心を増殖していく。これはよくある事例かと。なかなかその、なんですかね、この歌の発声と、演劇の発声は、はい、なんかこう、焦点が違うので難しいですね、そこはね。低い声出さないと。低い声じゃなくてもいいって言われたんですけど。ああ、いいんだ。やっぱり高い声出すのが得意だっていうのを知ってて、あえてそういうふうに。それだと伝わらないっていうので。その黒いの脱がせて。これ脱いだら、今日はちょっと途中からだったので、なんか2幕の方から参加したの。そうです、今日2幕を多分通したんですけど、ちょっとそれも途中だったので、まだちょっとね心配なところはあるんですけど、はい、どうですか今日踊りエンディングはうまくいきました、はい、まあそうですね、これで本番に向けてもうちょっと高めていきたい、もうちょっとね、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。多分小股なんだと思うんですけど、もうちょい歩幅を欲しいんだけど、じゃあもう今日は下がってみる、多分そのせいかな。
公演の飲みにお越しいただきまして誠にありがとうございます。こんにちは、どうも、はい、お疲れさんでした。ありがとうございました。ミュウさんの専門以外のところで、はいはい、活躍されてみて、そうですね、最初はどうなることかなと思いましたけど、終わってみてなんか今ほっとしてます。本当今回ね、いろんなこと勉強させていただいて、なんですかね、演劇まだね、全然その演劇の絵ぐらいしか分かんないんですけど、でもなんですかね、その入り口みたいなところで、すごく奥が深いんだなっていうのは感じたので、ここね、舞台に立ててよかったなっていうのは実感してます。セリフも結構あったの？そうですね、自分的にはやっぱりこうなかなかセリフが入ってこなくてすごく苦労したなっていうのはあるんですけど、でもやっぱりね、指導していただいて、いろいろとこうやっていくうちにだんだんとこうなんか板についてきたというか、ようやくね、それで舞台にお客様に見ていただいて、本当にいい経験させていただいたなと思います。はい、皆さん役者さんと慣れてて、どっちかというと低い声でこう、ドスを聞いたっていうようなイメージがあったんですけど、そうですね、当然もう、もともと声質が違う、ミュウさんとしてはどうだったんでしょうか。そうですね、いろいろ色の高さで試したんですけど、最終的に、落ち着くところで、皆さん見ていただいた方は歌ってるようにセリフを言ってたって言ってくださったので、まあそれはそれとして自分のオリジナリティとして出せたのかなっていうのはありますけども、まあ今後は少しこう、ね、演劇の発声ももうちょっとこう深めていきたいなっていう気持ちはあります。まあ演出家のね、アキさんからはちょっとね、キャラをっていうことで言われましたけど、でもまあそうですね、どこまでできたかわからないですけど、自分的にはなんかちょっとね、掴むものもあるかなと思うので、またそうですね、はい、そうですね、はい、わかりました、よろしくお願いします、ありがとう。